厚生労働省チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。私は労働基準局安全衛生部計画課長の小暮です。本日は職場におけるメンタルヘルス対策についてご紹介いたします。この動画ではご覧のような内容についてご紹介します。最初にメンタルヘルスの現状について説明します。仕事での強いストレスを感じる労働者は全体で 58% と約6割に上ります。その主な理由としては、職場の人間関係や仕事の質、仕事の量を上げる割合が高くなっています。精神障害として労災の認定を受ける件数は近年急速に増加しており、平成19年度では268件となっています。次に職場のメンタルヘルス対策において重要とされる4つのケアについて説明します。4つのケアとは、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフによるケア、事業場外資源によるケアのことを言います。最初はセルフケアについてです。セルフケアとは、労働者自身が心の健康状態について正しく認識することにより、ストレスに気づき、ストレスとうまく付き合ったり、必要に応じて専門家などに相談するなど適切に対処することです。ストレスへの気づきとしてはご覧のような例があります。気づきにあたってはストレス調査表などを活用することが有効です。精神面での不調に自分自身で気づいた時の相談先としては、身近な同僚や上司、企業の産業保健スタッフ、また医療機関や行政による地域の相談機関があります。次にラインによるケアについて説明します。ラインによるケアとは、職場において日常的に部下と接する上司や管理監督者が普段から職場環境を把握したり、労働者からの相談に対応するよう心がけることです。心の健康に影響を及ぼす職場環境としては、ご覧のように作業環境、作業方法、労働時間をはじめとして様々なものがあります。ラインによるケアとして、このような項目の把握と評価を行い、改善を進めていくことが必要です。労働者によるセルフケア、管理監督者などによるラインによるケア、そしてさらには3つ目のケアである産業保健スタッフとの連携を図り、早期発見に努め、必要に応じて4つ目のケアである医療機関などの事業場外資源による適切な対応につなげていくことが重要です。次に職場におけるこうした取り組みを進めていく上でのポイントを説明します。まずトップである事業者がメンタルヘルス対策の必要性をよく理解し、できれば文書などによりメンタルヘルス対策を積極的に推進することを表明することが第一歩となります。そして対策を実際に進める担当者を選任します。その上で教育研修を実施していくことが重要です。教育研修や情報提供の具体的な内容ですが、労働者に対しては先ほど述べたセルフケアに役立つストレス調査表の紹介によるストレスへの気づき方の研修や相談先の紹介などがあります。またラインによるケアのためには、管理監督者が行うべき役割や心の健康問題に対する正しい態度や相談対応の方法などを学ぶことが必要です。さらに事業上の産業保健スタッフなどはより専門的な研修を受けることが必要となります。次に、これまで述べてきたような職場におけるメンタルヘルス対策に関する体制づくりや研修についての行政としての支援についてご紹介します。厚生労働省の委託事業として、47の各都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置し、それぞれの事業上の取り組みに対するアドバイスを無料で行うことになっています。また事業上や産業保健スタッフの方に対して、メンタルヘルス対策の重要性について知っていただくセミナーの開催やパンフレットの作成などの啓発事業を展開しています。産業医や精神科医の方々に対しては、
職場におけるメンタルヘルス対策の専門性を高めていただくための研修会を実施しています。最後に、精神障害に該当する疾病により休業した労働者に対する職場復帰への支援について説明いたします。休業労働者に対する職場復帰支援は大きく5つの段階から成り立っており、第1ステップは病気休業開始から休業中のケアに関する対応、第2ステップは治療が進んだ後の主治医による復職可否の判断、第3ステップは実際の職場復帰の可否判断と具体的な支援プランの作成、第4ステップは最終的な職場復帰の判断、第5ステップは職場復帰後のフォローアップとなります。円滑な職場復帰支援のためのポイントとしては、ご覧のような項目が挙げられますが、具体的な内容は心の健康問題により休業した職場復帰支援の手引きが作成されております。職場におけるメンタルヘルスに対する取り組みは今後ますます重要になっていきます。皆さんも職場において取り組んでみてください。詳しくはこちらをご覧ください。急速に増加しており、平成19年度では268件となっています。次に、職場のメンタルヘルス対策において重要とされる4つのケアについて説明します。4つのケアとは、セルフケア、LINEによるケア、事業場内産業保健スタッフによるケア、事業場外資源によるケアのことを言います。最初はセルフケアについてです。セルフケアとは、労働者自身が心の健康状態について正しく認識することにより、ストレスに気づき、ストレスとうまく付き合ったり、必要に応じて専門家などに相談するなど適切に対処することです。ストレスへの気づきとしては、ご覧のような例があります。気づきにあたっては、ストレス調査表などを活用する、教育研修や情報提供の具体的な内容ですが、労働者に対しては先ほど述べたセルフケアに役立つストレス調査表の紹介によるストレスへの気づき方の研修や相談先の紹介などがあります。また LINE によるケアのためには、管理監督者が行うべき役割や心の健康問題に対する正しい態度や相談対応の方法などを学ぶことが必要です。さらに、事業上の産業保健スタッフなどはより専門的な研修を受けることが必要となります。次に、これまで述べてきたような職場におけるメンタルヘルス対策に関する体制づくりや研修についての行政としての支援についてご紹介します。厚生労働省の委託事業として、47の各都道府県に、厚生労働省チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。私は労働基準局安全衛生部計画課長の小暮です。本日は職場におけるメンタルヘルス対策についてご紹介いたします。この動画ではご覧のような内容についてご紹介します。最初にメンタルヘルスの現状について説明します。仕事での強いストレスを感じる労働者は全体で 58% と約6割に上ります。その主な理由としては、職場の人間関係や仕事の質、仕事の量を上げる割合が高くなっています。精神障害として労災の認定を受ける件数は近年増えていくことが必要です。労働者によるセルフケア、管理監督者などによるLINEによるケア、そしてさらには3つ目のケアである産業保健スタッフとの連携を図り、早期発見に努め、必要に応じて4つ目のケアである医療機関などの事業場外資源による適切な対応につなげていくことが重要です。次に、職場におけるこうした取り組みを進めていく上でのポイントを説明します。まず、トップである事業者がメンタルヘルス対策の必要性をよく理解し、できれば文書などによりメンタルヘルス対策を積極的に推進することを表明することが第一歩となります。
そして対策を実際に進める担当者を選任します。その上で教育研修を実施していくことが重要です。ることが有効です。精神面での不調に自分自身で気づいた時の相談先としては、身近な同僚や上司、企業の産業保険スタッフ、また医療機関や行政による地域の相談機関があります。次に LINE によるケアについて説明します。 LINE によるケアとは、職場において日常的に部下と接する上司や管理監督者が普段から職場環境を把握したり、労働者からの相談に対応するよう心がけることです。心の健康に影響を及ぼす職場環境としては、ご覧のように作業環境、作業方法、労働時間をはじめとして様々なものがあります。 LINE によるケアとして、このような項目の把握と評価を行い、改善を進め